どうもこんにちは、ジャズナビゲーターのはるかです。今日はですね、東京都知事の選挙に行きます。投票しに行きます。人生初めての投票です。すごい今緊張しています。ちょっとだけですね、日本の政治とか、選挙について皆さんの、インドネシアの方々に、私なりの解釈というか、私が経験していることとかということを皆さんにシェアしたいなと思います。日本の投票なんですが、投票できる年齢は、18歳からです。もともと20歳からだったんですけれども、で平成28年から、18歳から投票できるようになっていて、改正されていました。なので、高校3年生か、高校3年生ぐらいとか、大学1年ぐらいの18歳の人は、投票できるようになりました。私はその平成28年の時に改正されていた時の年齢はまだ20歳やったんですけども、私は、正直言うとあんまりこう日本の政治とか選挙に関しては無関心な人でした。皆さん多分インドネシアの方々は多分知らないと思うんですが、日本の政治とかその選挙に関しては若者の人、10代とか20代の人はあんまりこう興味を持っている人は非常に少ないです。で投票 の結果とか見てたらその10代20代の方々の投票率は非常にすごい少ないので、結構無関心、政治に関しての無関心な若者は結構日本ではすごいいらっしゃいます。でこの問題に関しては、結構前からの前から10年ぐらいとか、お父さん世代、うちのお父さん世代も若者の人たちもあんまりこう政治に関して興味を持っている人は結構少ないなと思っていて、今でもすごいそれが問題になっています。で私がこうインドネシアに行くとすごいですね、こう皆さんの若者たちはその政治とかすごい興味を湧いていて、でこう友達と友達の間の中で政治の話とか、でこの大統領の話とかすごい、ね、話題になっていくような話が結構ありますよね。でもそれを見て、あやっぱ違うんやなと思って、日本はすごい若者は無関心で、でも一方でこうインドネシアはすごい政治に関して熱があるみたいな感じが似ていて、やっぱこう見習わないといけないなっていうふうに自分は思っています。なぜ日本人は若者の日本人はあんまりこう選挙に行かないのかっていうのは、自分なりの解釈なんですけど、自分は経験したことがあるので、日本の国はもう安全安心安定しているから、なんとかなるやし、そんなにこう政治が大きな問題を起こすようなことはしないんやろうみたいな考え方 でそういう考え方の人も結構いるんですよね、その若者の間で。であとは、インドネシアの国は発展途上国なので、この今発展途上国の国の中でこう自分の国をもっと良くしよう、もっと何かできるやろうなみたいな、そういう、こう自分から行動するような形があるので、考え方があるので、で一方で日本に関してはもう大丈夫みたいな、こうもう経済も大丈夫とか、あとはもう安全安心安定している国みたいな考え方があるので、すごいそこで非常に違いがあるかなと思っていて、日本人、若者の日本人も見習わないといけないよねみたいな。で
私がなぜその日本の選挙とかあの政治に関して興味を湧くようになったのかっていうのは、まず今年からなんですけれども、今年から私その日本の政治に関してこう調べるようになっていて、今年ちゃうな、去年の末ぐらいかな、あの日本の政治ってまあ実は問題とか結構あります、日本の中で。で、去年の末ぐらいにこう結構なんか話題になっているその政治のニュースがあって、この日本は大丈夫やろうなみたいな大丈夫かみたいな感じで疑問を持っていて、それからその日本の政治に関して調べるようになりました。で、特にこのコロナ期間の間でこうまあいろんなあの政治の人たちがそのコロナ対策とかそういった考えも案とかあって、なのでそれに関してこう自分がこう何かできるんちゃうかなみたいな、自分の意見も述べたいし、その自分がこうせっかくその選挙の権利があるのになんで行かないんだろうなっていうような考えを、まあ、考えさせられたというか、そのコロナ期間で。日本の選挙はまずちょっとだけ説明します。日本の選挙はあんまりこうインドネシアと変わらないと思うんですけど、まあ、場所に行ってでこう選挙して、で箱に入れてで帰るみたいな感じ、同じだと思います。で、ただ日本の選挙は3つ種類があって、まず1つ目はその当日に場所に行って、選挙する場所に行ってで投票すること、当日の選挙です。で、2つ目は、期日前の投票です。期日前は、その当日の日以前1週間ぐらいかな、1週間の期間の間に事前に投票できると。で、この場合は、まあ例えばその当日用事とか仕事とか入っている人たちの方のために、まあそういう、まあ、事前に行くことができますよっていう形です。で、3つ目は、不在者投票です。不在者投票はそのまあ現場に行くことができない人のために不在でこうね送ることができるような投票になっています。で、この3つの種類なんですが、インドネシアの場合はありますか、そういう投票の処理、まあ、仕方もしあったらぜひシェアしたいなと思います。私もインドネシアのこともうちょっと知りたいなと思います。で、日本の選挙なんですが、選挙のお知らせを、これを現場というかその場所に投票行くところに持っていくような紙があるんですが、裏側にします、こういう感じです、こういう感じがあってこれを持っていきます。で、あとはその投票する前にポストに必ず届いている選挙の公報です。これがそれぞれの皆さんのお名前が書かれていて、東京都知事の選挙候補の人たち、ここにまとめてありますっていう感じですね。あとは日本の政治も日本の選挙も道とかでこう車を使って、こう皆さんにこうスピーチにしたりとか、その考え方をこう述べたりとか、まあ、一般的な選挙の仕方だと思います。まあ、インドネシアと変わらないかな。でも違いはインドネシア その選挙とかあったらすごい皆さんこうね、周りに
こう囲まれてこうイエーみたいな感じじゃないですか。イメージなんですけど、テレビで見たことがあって。でも日本は選挙こうみたいなあったらあんまり来てないんですね。それが無関心な人がいっぱいいるからです。だいたいね、あの大人の方とかご年配の方々が聞いている人がいます。まあね、若者、まあぜひね、あの皆さん の, あの周りにとか、あとインドネシアの方でこう日本に住んでいて周りにあの若者日本人とかいたら、ぜひ選挙なんで行かないのとか、あの権利があるのにぜひ行った方がいいんじゃないみたいなとか、自分の国のためやしみたいなっていうとこ、あのことを伝えてください。で今もあのなんか芸能人の方々もなんか選挙行きましょうみたいな声かけとかありますよね。すごい非常にこうね、あのなんていうかインスピレーションというか、まあ興味湧きましょう日本人の方々。インドネシア人みたいにすごい熱心な人がいますよ。日本人もぜひです。でここから、インドネシア語であの日本の言葉をインドネシア語で説明します。ちょっとだけこういくつかの単語があるので、皆さんもぜひ勉強になればいいかなと思います。まず政治です。あ、ごめん、ここからインドネシア語にしますね。あ、aku akan menjelaskan beberapa kata-kata yang tadi aku ucapkan di bahasa Jepang dalam bahasa Indonesia. Jadi kata pertama adalah seiji. Seiji itu artinya adalah politik. Seiji politik. Dan kosakata yang kedua yang aku tadi ngomong, senkyo. Senkyo itu artinya adalah pemilihan umum. Jadi senkyo itu kanjinya kan sen, itu artinya erabu. Sen, erabu artinya memilih. Jadi senkyo itu artinya pemilihan. Nah, terus Tokyo Tochiji. Ini kosakata ketiga, Tokyo Tochiji. Tokyo Tochiji, Tokyoto. Tokyoto itu artinya adalah Tokyo City. Jadi kota Tokyo ya, kota Tokyo. Tokyo, Tokyo, to itu artinya kanji, to itu artinya adalah miyako, artinya ibu kota. Jadi Tokyo to. Sebenarnya kalau aku ngomong tentang historical Jepang, Tokyo to, kalau kalian lihat kanjinya, to itu kan artinya miyako, artinya ibu kota. Kyo itu juga artinya ibu kota. Nah, to kan artinya higashi, artinya timur. Jadi ibu kota yang di sebelah timur sebenarnya, Tokyo to itu artinya ibu kota yang di bagian timur. Nah, kenapa ada tulisan timurnya? Karena sebelumnya Jepang ibu kotanya itu kan Kyoto, ya kan? Nah, Kyoto artinya itu ibu kota. Karena dua-dua kanjinya itu artinya ibu kota. Tetapi waktu ya, kalau kalian lihat sejarah Jepang kan, ibu kotanya pindah ke Edo, atau yang Edo itu nama asal mulanya Tokyo ya. Akhirnya diubah jadi Tokyo to, artinya Kyoto yang ada di bagian timur. Kalau Kyoto itu kan artinya dia kan artinya ibu kota, dan dia itu ada di daerah Kansai kan, atau daerah barat istilahnya kalau di Jepang. Tapi waktu dipindah ibu kotanya ke Tokyo, jadinya ibu kota yang di bagian timur. Oke, lanjut lagi. Tokyo to chiji. Chiji. Chiji artinya adalah pemimpin kota, pemimpin gubernur ya, mungkin ya. Atau wali kota ya. Pokoknya kayak pemimpin kota itu. Jadi Tokyo to chiji itu artinya adalah
パミンピン東京と小坂田園頑張ったら投票投票 artinya adalah angket. Jadi kalau dilihat dari kanjinya to itu nagiru artinya melempar, terus hyo itu artinya kayak polling gitu kali ya. Jadi artinya kayak memberi angket, memberi polling gitu. Jadi kayak polling, memberi polling. Jadi kalau misalkan kalian apa namanya nulis angket atau jawab pertanyaan tapi kita tidak tahu siapa yang jawab, itu artinya to hyo kalau dalam bahasa Jepang. Mungkin 4 kosakata aja kali ya. Semoga menjadi pelajaran. Dan sekarang aku akan pergi. Memakai masker, siap-siap dulu.